皆さんおはようございます。今日も御言葉から恵みを分かち合わさせていただきたいと思います。今日は伝道者の書の7章の16節です。お読みします。あなたは正しすぎてはならない。自分を知恵のありすぎるものとしてはならない。なぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか。アーメン。正しすぎてはいけないよとそのように言います。正しすぎるとはどういうことでしょうか。正しいことをすること、もちろんそれは良いことで大切なことです。しかし正しすぎるっていうことは、それはですね、自分こそ正義であると考えること、自分の考えが一番正しいんだとしてですね、それを強要する、またですね、これしかないってこうなりすぎてしまう、そのようなことなんですね。これは傲慢な考えなんですね。自分が一番正しい、自分のこの考えが正しいんだっていうのは傲慢なんです。なので私たちはへりくだる必要があります。ローマの12章16節、互いに一つになり思い上がることなく、むしろ身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵のあるものと考えてはいけません。自分を知恵のあるものと考えてはいけない、へりくだりなさいとそのように言います。私たちは正しすぎてはいけないんです。正しすぎる人がですね、一人いると自由がなく窮屈です。そして正しすぎる人が二人いるとですね、ぶつかり争いが起こるんですね。自分がいつも絶対的に正しいっていうことはないんです。ありえないんです。私たちは神様ではありません。私たちが信じていることが多少ですね、そうじゃないっていうこともですね、信仰においてもあったりするんですね。もちろん聖書が言うことは間違いない真理で正しいです。でもですね、その受け取り方が私たちが時にですね、少し違えてしまっているということもあるんです。私たちは人々に対して、また神様に対して心が柔和でニュートラルで、へりくだったもの、変えられることができる、自分を変えることのできる、そのようなものになる必要があります。私たちはみんな誰しも足りないものです。あなたがですね、完全に正しいものであったら、この御言葉をですね、このディボーションメッセージを聞く必要はないので、すぐですね、このチャンネルを閉じていただければと思います。私たちは誰しも足りないところがある。だから人から学ぶ、神から学ぶ、聖書から学ぶ、ね、そのような必要があるわけなんですね。私たちは人の言うことに耳を貸せる余裕と教えられやすさ、へりくだった心を持つ必要があります。正しすぎるなって思う人、またあなたは正しすぎるよとかね、なんか自分の考え変えないよねとか、頑固だよねって言われたことがある人、気をつけてください。ねえ、へりくだったものにされる必要があるかもしれない、ね、正しすぎる人、友達が去っていきます。あなたと一緒にいるのは窮屈になってしまうんです。互いに受け入れ合う、そのようなもの、へりくだったものと共にですね、変えられていきたいと思います。お祈りします。神様、正しすぎてはならないとあるように、私たちがへりくだったものになることができるように、自分を変えることができるように、してください。主よ、正しすぎるものでなく、へりくだった柔和な人へと作り変えてくださいますようにお願いします。主よ、私たちに触れてください。聖霊様、あなたが変革させてください。感謝し、期待し、愛するイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。神様の祝福がありますようにお祈りしています。 God bless you.